いやー、公開討論会ね。蓮舫さん好きね。しかしながら蓮舫さん、ブーメランの方が好きだよね。皆さん、こんにちは、ハニヤです。本日は2024年7月2日ですね。で、この動画では、小池ブリコに討論会を逃げるなと叫ぶ蓮舫に、ブーメランが何本か刺さってる様子を記録しておきたいと思いますので、やっぱり蓮舫氏は理屈がないなぁ、と再確認された方は、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。 また動画のラストでは、やっぱり連邦って翼の党の党首にふさわしいね、ということをお伝えした動画も紹介しているので、よければその動画もチェックしてください。では今回の目次はこちらです。で、最近都知事選の話を見るたびに、連邦陣営から出てくる声は、小池百合子はちゃんと公開討論家に出てこいというアホな声。 実際には6月19日には都知事選、主要立候補予定者による討論会が日本記者クラブで行われており、また24日には東京青年会議所がやはり同じメンバーで討論会を開いており、小池知事は2回出てる。正確には19日の分は出馬前だからということを言う人もいるかもしれませんが、それは誤差でしょ 何度も指摘してますが、立憲公認候補として戦い、共産党の全面バックアップで東京中国補選を戦った坂井候補は、やはり東京青年会議所が行った4月16日の告示日当日の公開討論会には多忙を理由に欠席しており、それ以外でも討論会などに坂井氏が出席した記憶はないですね。まあ、この段階で、 酒井候補の応援に入ってた蓮舫氏が小池氏に対して公開討論会に応じろと言ってるのがお前頭おかしいのかと言いたくなるのですがただ蓮舫さん本当に公開討論会に執着しているまあネットなどで配信される討論会に2回出たことじゃなく蓮舫さんの希望はテレビのようですから討論会に出てないって言いたいようですがね で、ツイッターの蓮舫氏の公式アカウントの発言だけチェックしておくとブロックされてるのでサブアカウントでチェックしましたが、私がカウントしただけでも10回は 討論会に出てこいという内容のツイートがなされてますね。全部取り上げるのもあれなので、気になったものだけピックアップしてみますが、こちらは6月29日のツイートですが、民放テレビ局報道番組から候補者討論会への出演依頼をいただいたが、一人ご出演いただけないから流れたとの連絡が入りました。フェアではないと思います。私は路上で言葉で訴え続けます。小池氏、異例の連日公務、同じ土俵を回避狙う。都知事選。 現職に挑戦する私や他の候補者とフェアな討論会をしてほしいとか言ってますが、あ、これ先に言っておきますが、ブーメランですから。<laughs> また、こちらは小池百合子氏がプロレスに参戦ということでも話題になった話に対して、私はプロレスも大好きです。都知事の公務の一環として理解はします。でも、候補者討論会も優先してくれませんか小池都知事。 私は政策論議をしたいのです。ある民放テレビ局は3回打診したが、公務で全て拒否されましたと言います。そのうち1回はご自身が街頭演説だったと。とおっしゃってますね。あ、これはまし。連邦支援者がプロレスごときできるなら、討論会出てこいよという趣旨の発言をしてるんですよね。連邦氏はそのような愚行はしてないね。 また、7月1日には、追加公約も含めて、公開討論会で議論したいです。どうかご進言ください。2期8年の実績を持つ、小池由里子と知事。私をはじめ、現職に挑戦している候補者との議論は、有権者の判断材料になります。なぜ逃げるのでしょうか。とかおっしゃる。例の、神宮外苑について、都民投票して、都民の声を聞きたいって追加公約か。ただ、産経新聞6月30日の記事によると、 民間が事業を進める再開発に都としてどこまで介入できるのか、憲法で保障された財産権などとの兼ね合いから投票の実施自体が難しいのではないか、との指摘が早くも出ている。産経新聞が蓮舫氏に憲法やその他法律などとの整合性を問うと、それらも含め色々と。 と述べ、今後、内容を精査する考えを示した。ということで、これを見る限り、思いつきの追加公約は、現在の支持者へのアピールであって、当選することを前提に考えてないから、そんないい加減なことを言えるだけじゃ。ん。としか思えないレベルで、それを討論したいそれ、討論に値しないことじゃねえか。ただ単に、無知な支持者にアピールする場を設きたいだけじゃん。 ほら、よく、反ワクチンの人が、とりあえず、公開討論会って言ってるのと、掃除系だわ。このように蓮舫氏は、小池氏が討論会に参加しないのは逃げてるんだ、と言ってますよね。ただね、えっと、こちらは、今回の都知事選で、そこそこ台風の目かも、と期待してる人も少なくないかもしれない。石丸慎二氏の6月25日のライブからの引用になります。少しですが、どうぞ。多分、あの調子だと、もう二度と開催されないでしょうね。というか、実際、あれどこだっけ 日テレかどっかがオファーをされたらしいんですけどで、僕は全然出る気満々で OK ですって言ったんですが、他のお二方が乗らなかったからなくなっちゃったんですよ。公開討論会。なんでそうなるかなと思って。もうね、公開討論会出ないやつは、もうね、非選挙権停止にしましょう。<laughs> だってダメじゃないですか、それ。 小雪さんとレンゴさん。だってテレビが企画するわけですから、その2人は外さないでしょ、絶対に石丸もどうだって言われてで、2人が抜けちゃったから、いや、僕だけでもっていう感じなんですけど、それ絶対やらないでしょ、<laughs> やれよみたいないやそれ、そうすべきです、じゃないと逃げ得になっちゃうんですね以上ですね。 はい。石丸氏曰く、蓮舫氏と小池氏が断ったから、日テレの公開討論会の企画は流れたと言ってますね。まあ、あ、石丸氏が言ってるだけだからってこともありますが、そこは蓮舫氏も同じなので、石丸氏の発言が正しいということで進みましょう。もう一週間ほど経ってる発言ですから、もしもデマならね、蓮舫氏サイドが批判していないとおかしいですから。 でね。まあこれ実際どんな事情があるか知りませんよ。可能性としては、まず小池知事が断った。そのために小池氏が出ないなら意味がないと判断した蓮舫氏が断った。というストーリーじゃないかな。まさか自分は忙しいから討論家に出ないということは蓮舫さんは言わないよね。いや、実際はね、応援していた東京中国の堺井候補は、 多忙を理由に討論会を欠席してますから、ある意味一貫性があるんですが、蓮舫氏の主張と一貫性があるのかわからん。もしかしたら蓮舫氏は、都知事は質問に答えるべきだから、都知事だけは討論会に出るべき、その他の候補は関係ないって言いたいのかしら。 いや、それなら一応一貫性がありますよ。しかし、それが説得力を持つのか。もちろん、都知事選というのは、これまでの都政の信任の場という側面があるんだといえば、一応説明がつきますが、しかし、だったら、候補者の公約をチェックする場でもあるんだとも言えるわけで、なぜ小池氏が討論会に出るべきで、蓮舫氏は不要だと言えるのか、意味不明ですね。 要するに、ご都合主義にしか思えない。蓮舫氏が自分が討論という場で輝くから、討論会をしたいだけじゃね2回もすでにしてるのに、テレビという影響力のあるだろう場でやりたいだけじゃねしかし、追加公約でもボロが出てるように、自分が質問される立場になるとよろしくないから、知事の出ない討論会に出ないと言ってると思われて仕方ないんじゃないかな知事がいたらね、質問は知事にほとんど集中するはずですからね。 ちなみに私はおそらく山本一郎寛容罪という理不尽な理由でブロックされているのであまり興味がないのですがコラボ騒動で活躍したひまそらあかね氏が都知事選に立候補してますがこちらはひまそら氏の6月30日のツイートですね公開討論会してくれませんか蓮舫さん私は政策論議をしたいのですフェアに僕とも討論の機会を設けてくださいズームとかスペースでお時間もそちらに合わせます とコメントされてますが、蓮舫氏からのリアクションはなしですね。まあもちろん気づいてないという可能性が大ですが、じゃあ気づいたとして、蓮舫氏が討論会に応じるんでしょうかね。 理論上は、蓮舫氏が小池氏に討論会に応じろという権利があるんだとか、討論内容を知る権利が有権者にあるんだと言い始めるなら、じゃあ、蓮舫氏が他の候補に要求されたら同様に応じるべきというのは素直な考え方であり、そして今回56人もの立候補者がいるので、蓮舫、小池を除く54人から申し込まれたら、蓮舫氏は逃げずに応じるんでしょうかね。 いやね、こんなことを言うと、そんな極端なことを言うなと、不勉強な人が絡んでくるんですが、極端なことまで考えての権利ですよ。だから、掲示板が足りなかったことで、複数の候補者が損害賠償請求をしようとしてますし、法律系の人間の中にも、まあ、そりゃするよなと理解を示す人も参見されてますよ。そこで当選可能性がそこそこありそうな人とか、討論会に参加する人に何かしらの基準を設けますか そうすると、どう考えても不満が出ますよね。実際、ひまそらしは、6月24日に行われた青年会議所の候補者討論会について、こんなことをしてます。青年会議所の討論会に自分も出たいと直談判したひまそらしは、結局、国政政党の推薦を受けている方、首長の経験者、国会議員経験者、 過去に教託金を募集されなかった方しか出場資格がないという説明を受けて参加を断られてます。ぶっちゃけ、このような人以外が当選可能性が低いという意味では、まともな討論ができるように人数を絞るためにも現実的な基準と言えそうですよ。しかし、これを過度に重宝するのはやはりまずい。だって、この基準はあくまで恣意的なものであって、 法律とは関係ないものですし、これによって投票に大きく影響を与えるならば、それはこのような討論会を主催する組織に法律に予定してない権限を与えることになるわけですから。ですから、ここで討論会に参加することは特に誰かの権利とかではなく、最終的には立候補者が自分にとって意味があると思えば出ればいい。としか言いようがないですよ。 知る権利があるんだって言ってる人は、じゃあ、法末候補が蓮舫に質問してる様子を見る権利はないとでも言うんですかね。まあ、ですから、蓮舫氏が小池氏に対して逃げるなとか言ってるのは余計なお世話というか、一人よがりですね。討論会2回で仕留めきれなかった蓮舫氏が間抜けなのよ。 そして、石丸氏に言われているように、自分は討論会に何らかの理由で断ってる以上、小池氏を責める権利なんてないわ。まあ、だからこそ小池氏が現職であることを強調してるのかもしれませんが、それは都知事選においてまともな根拠にならないということは、先ほどお伝えした通り。なんか、このような蓮舫氏の様子は、自分たちには他の候補者に質問する権利があるんだと叫んでた翼の党と似てきてないまあ、私はこのようなね、討論会市場主義というか、もう2回やってますからね。 それでもなお、討論会、討論会って言ってる蓮舫氏が、マヌケにしか見えないんですけども、支持者たちは本気で蓮舫氏の討論会を聞きたいと思ってるんですかねバカじゃないのかな皆さんはいかがお考えでしょうかぜひともね、皆さんの感想、コメント欄でお伝えください。またね、蓮舫氏のバカな発言は以前からですけども、翼の塔と言ってることは変わんないじゃんってことをね、もうすでに以前お伝えしてるんですよ。まあ、その時の動画をこちら側に。また、まあね、この都知事選、もうすぐ終わっちゃいますから、新馬幹事長がね、 蓮舫さんに対してあの人って共産党の公認候補だっけみたいな感じでいじりまくった件まあ連邦っていうのはあまりよくなかった気がしますけどもそれについて新馬さんの面白トークをね切り抜きした動画をこちら側にご用意してますのでご存知ない方ストレス発散したい方はこちらの動画をチェックをねしてみてくださいでは次の動画ライブなどでお会いしましょう皆さんの高評価ボタンがこの動画のパワー私の動画の拡散力になりますから高評価ボタンを押すのをね忘れずにしてってくださいでは次の動画ライブなどでお会いしましょうバイバイ